さあ、それでは女子 400m リレーの決勝レースです。予選を勝ち抜きました8チームを紹介してまいります。内側第1レーンに八千代高校、忠越さん、竹林さん、有野さん、八木さん。第2レーンに日本女子体育大学、斉藤さん、森谷さん、雲林院さん、北里さん。第3レーン西武大1番、紀藤さん、明久さん、高野さん、石井さん。第4レーン一日の船橋、杉本さん、友田さん、亀山さん、宮下さん。第5レーンに成田、玉木さん、水谷さん、松田さん、土屋さん。第6レーンに東京学館、西山さん、市川さん、秋山さん、並川さん。第7レーンに東海大応用、落合さん、土屋さん、小石川さん、長尾さん。そして第8レーンは東海大浦安、古山さん、板垣さん、国場さん、中谷さん。さあ、どんなレースでどんなタイムが出ますか。女子 400m リレーの決勝、本日の女子最終種目となります。On your mark. は市立船橋高校でしょう。46秒99のタイムで見事優勝となりました。そして西武大千葉高校、さあその後は混戦でした。東京学館高校、成田高校あたりが上位で入ったようであります。後ほど正式な結果を申し上げます。さあ、ハンマー投げの方はいよいよトップ3です。残す選手は3名となりました。